トムさん、おでこつるんつるん。のぞチャンネルへようこそ。今日本にとってエナジードリンクって必要不可欠な存在ですよね。そう、モンスターだったりレッドブルだったり、あとゾーンか、まあいろいろあるじゃないですか。いや、日本人はね、もうあれのおかげで日本社会を支えてこれたんだと言っても過言ではない。俺そう思うんだ。はい、というわけでね、まあそのエナジードリンクを全部混ぜたら美味しいんじゃないかっていう企画をやりたいと思います。じゃあ早速並べていきましょう。はい、これ全部10本ですね。10本のエナジードリンクをこのペットボトルにね、ちょっと混ぜて飲んでいきたいと思います。いや、絶対うまいでしょっていう話です。絶対うまいし、カフェインもね、なんかいろいろ含まれてるじゃないですか。ガラナみたいな、高齢人参か、あと、ね、そういういろんなね、なんだろう、成分を体に取り込んで体を範囲にさせて、まあ仕事なりスポーツなりを頑張ろうっていうことですね。はい、じゃあ早速入れていきたいと思います。すぐ定番のモンスター緑から。あー、やばい、ちょっと目分量でね、なるべく糖分に入れていきたいと思います。ちなみにね、これ多分期間限定のやつなんですけど、炭酸じゃない、なんて言うんだろう、スポーツ飲料みたいなモンスターですね。これ結構美味しいんですよ。すげえ、透明な緑って感じ。レッドブル。定番ですね。羽ばたいてこうぜ。一気に疲れた。そうだよ。これ疲れた時だからこそ、これ飲むのがちょうどいいんじゃん。じゃあ早速ね、ちょっと全体をなじませて。のずおチャンネル。はい、というわけでね、さあ、美味しい、なんだろう、まさにね、劇薬ですよね、これ。いや、どういう味するのかな。いただいていこうと思います。のずおオリジナルミックスブレンド劇薬ドリンク。はい、うわって、おぶねー、あふれた、これ溢れた、ちょっと、あれ、ね、やばいよね。あ、なんか、いろんなフルーティーな匂いだったり、刺激臭みたいな香りもしますね。果たして、お味はいかに？よし！なんだこの味は、なんとも言えない味だな。正直そんなに美味しくはないですね。すごい不思議だな、なんか明らかにジュースではないんですよね。なんかあれだ、そう、栄養ドリンクだ。そう、リポビタまではいかないですけど、なんだ、よくある、なんか、アリナミンだとか、そういう、なんか、あまり有名どこじゃない栄養ドリンクみたいな味がします。ディスってるわけじゃないですよ。栄養ドリンクだ。うん。そうか。日本のエナジードリンクを全部混ぜたら、栄養ドリンクになるのか。皆さん、一つ勉強になりましたよ、これは。ただまあ、正直美味しくはないんだよな。じゃあもう飽きてきた。まだあと、もうあと 900ml ぐらいある。はい、そんな感じでね、まあ、まあ真似はしなくていいです。正直ね、こういう、なんだろう、やっぱエナジードリンクは、結論、エナジードリンクは単体で飲んだ方がいいっていうことですね。
では、この動画が面白いと思ったら、チャンネル登録、高評価お願いします。ご視聴ありがとうございました。つるりんぽ。